天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。はい、こんばんは。クリスマスの曲とかめっちゃ街中で鳴ってますよね。天才ピアニストの竹内です。クリスマスの歌好きや、ますみです。あ、今年も聞かれてるんですか？あのちょっとまだね、はい、玉木さんのブームが来てるんで。玉木浩二さんをあのお聞きになられてるんですよね、はい、お家で。でもね、あのこのリスナーさん、深夜おでんの民たちは、はい、もう1年越しの方やったら分かると思うんですけど、うん、去年もなんかあの、うん、クリスマスソングのサントラみたいな、なんか、はい、クリスマスソングばっか集めたやつを聞いてるっていう話してたもんね、はいはいはい、ますみちゃん。私ね、ね、聞くんよ。うるさいな、なんか私っていうのはね聞くよね。でもね、もう今日からクリスマス1週間前やから、はい、はっきり言って。そうですよ、今日の夜から聞きますわ。あ、気持ちを作っていって。はい。いや別にそのイブとクリスマス完全なる仕事ですよね、マスミさん。その気持ち作るか知りませんけれども、はいはい、チキンを食べる間もないぐらい死ぬほど仕事ですね、クリスマス。死ぬほど仕事ですよね、はい、まあでもそれでもええか、やっぱイベントごとは大事にしていきたいよな。そやね、あれ行きたいね、うん、私クリスマスマーケット、あれは楽しいよ。多分去年も言ってたっけ、褒めたたえたと思うけど、あれ楽しいな。何買うとか言うわけじゃないねんけど、うん、見ときたいね、あれ。雑貨みたいわ。いや、あれ楽しい。クリスマス的な飾り付けはしてないですか、うん、だってあのハロウィンの時はね、お母様がお越しになられて。あ、してるしてる。え、クリスマスやってんの？うん、お母さんが。お母さんが。お母さんがやけど、去年聞かしてくれや、それ。去年買ったやつを出してる。え、何買ったん、昨日、去年。去年は、うん、なんか木の白い枠でできた、はあ、なんか飾りに、うん、オーナメントみたいなのをつけれる服みたいな。オーナメントって何ですか？オーナメントってクリスマスツリーにつけるさ、キラキラの星とか長靴とか玉とかあるやん。あれオーナメントって言うんだけど、はい、オーナメントだから、ツリーは結構立体的でさ、まあ、小ぶりなやつ持ってるけど、うん、私持ってるやつは木の枠、うんうん、なんか白い木の枠で、そこに引っ掛けるのがついてて、うん、割と平面の。あ、そう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 。なるほど。で、そこに飾り、うん、何個か6個ぐらいつけるやつがあんねん。あなた家にオーナメント持ってんねや。そう。すごいやん。オーナメントマスミ。え、もうつけてまうんやん。うん。マスミにオーナメントを下げてみなって感じ。どういうことそれ。こっち試されてる感じ。そう。下げれるもんなら。下げる。この間さ、フランフランに、うん、別にあの、用事があって言ったわけじゃなくて。はい。マジでフランフラン状態。フラン。誰がフランシューやね。言ってないのに。卵腐ってないですよ。マスミがフランフラン状態だった時な。そう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 。うん、ミオにね、うん、行った時に。はい。身を言ってんね、また目離したらな。私最近もさ、天王寺で髪の毛とネイルやってるから、うん、ああ、ついでにこう回るんですね。まあ、だから天王寺行きたいがためにそうしてんねん。なるほど。じゃないともう行く機会あんまないからさ。まあ天王寺ね、わざわざ感ありますよね。そうそうそう、難波の方が近いから、やっぱそうで、うん、うまいこと合間にね、うん、ネイルと美容院の合間の1時間だけ見ようで、はい、うろうろできるように、はい、もう時間決めてやってんねんけど、うんうんうん、でフランフランをフラッとねマスミがフランフランして、そう、うん、ほんだもうクリスマスフェアみたいなやっててさ。あ、そうなんや。やっぱあんま時間なかったから、あんまじでほんまに1分ぐらいしか見てないんだけど、うん、さーっと見てんけど、フランフラン用事なくてもめっちゃ楽しいもんな。そうやね、うん、なんかわあ、これクリスマスプレゼントにあげたいなっていろんな人に、はい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 、思って、うん、どういうの、なんかほんまそれこそ綺麗なグラスとか、はい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 、雪の結晶のやつとか。ああ、なるほど。ちょっとクリスマス仕様のものが出てたり、なんかちょっとグラデーションで水色から紫に変わってるって、飲み口のとこ金の縁とかの、うん、なんか綺麗なグラスとか。あ、いいですね、雪の結晶みたいな、うんうんうん、うわ綺麗なと思いながらね、はいはいはい、でなんかクリスマスツリーって緑が定番やけど、うん、ほんまピンクとか、うん、ゴールドとかのクリスマスツリーとか、うん、ちっちゃいの売ってて、ちょっとフランフランっぽいね。なんかそのそうそうそう、なんかうわええー、なーと思って、うん、見るだけでも楽しい、華やいで。そう、うん、あ、結局買ってはない、買ってない買ってない、何も買ってないんだけど、うんうん、ちょっとゆっくり見に行きたいなと思ってます。クリスマスまでに無理やな。無理やで、まつみちゃん全然無理。全然無理。まあありがたいことですけれどもね。だクリスマスマーケットはだからそういうね、まあフランフランはさ一個のちょっと特設コーナーみたいなんでさ、はいはい、キャンペーン中でやってるけど、キャンペーンっていうかやってるけど、うんうん、クリスマスマーケットなんかもう全部がそうやん。そうや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 。そこにね、でもっとよりこう海外色強いというかな。そうやな、うん、ノルウェーやったっけ、うんうん、北欧のね、うん、そう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 、行ったことないね。行きたいって言ってるけど行ったことないのよ。梅田とかでやってるな。やってるんかな、多分。そうやと思う。なんかでもそれは小規模やったけど、うん、なんかバーってこういろんな店あったりね、アメちゃんとか出てたりとか。あんなほんまに、私ほんま多分おばちゃん
もっとしっかりおばちゃんになったら、あんなん行さんこうて配るんやろなと思うわ、目に見えるなやろ、うん、今年もクリスマスプレゼント好きやね私、人にあげんの、なんかはい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 、だからもう桃子さんタイプですよ、ね、だから誕生日ほんまはね、うん、ほんまのこと言ったら誕生日プレゼントをもらうって、あこの日自分の誕生日で覚えてくれてたんやな、うんうん、自分のために選んでくれたんやなって嬉しいと思うねんけど、うんうんうん、あそういうの記憶力悪いから、はい、はっきり言ったね、記憶力悪いから、うん、そう、うん、記憶力がね覚えたもんじゃないと、ダン&トツで悪いからそうですか、突出してると、そうはいはいはい、覚えきらん、もうないし、もうそうやね、うん、諦めた、分かっててもお祝いメールしようと思って忘れちゃうから不自由やな、だいぶ、そう、なるほどね、だからクリスマスとかバレンタインとか、うん、そみんな一緒の時のやつは好きやねん、結構あげたりする、はいはい、わかりますわかります、うん、うん、いいと思います、それはね、誕生日がちょっと誰逆に言うたら誰にもやってないんだけど、はい、うん、だからそこであのあげてない分をそうあげて、うん、イベントの時にね、うん、そうです、ね、そういうの何もせえへん冷血なやつやなとは思われたくないというか、はいはいはい、まあ、家族とかやってますよほんまに、はいはいはい、でもそれが覚えられへんから、うん、まあ線引きもむずいしね、こんだけ周りに芸人さんおったらどこまでお祝いして、そうやね、どこまで、あのさ、あれ微妙じゃない、私言ったかな、あのなんかさみんなであげるみたいなやつあるやん、うん、ああよくありますね、うん、あれなんかどう、3人4人とかでな、そう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 、いやその安くてもええから、うん、確かにいいもん買えるんですよ、はい、1人で買えへん、1人せやな、うん、1人2000円ずつ集めて4人やったら8000円買えるし、うん、やけどな、なんかな、わからん、これマジで人によると思うねんけど、うん、その職場とかやったら別にありえる話なんかもしれんけど、うん、まあ芸人も職場やねんけど、なんかそのやらなあかんからやったかんない、ちょっと、はい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 、わかる、そのやらなあかんしみんなで合わせて、うん、わかる、なんかあれなんかな、自分やったらもうしょぼくてもいいから、うん、4人やったら1人ずつ欲しいなっていう、確かにな、みんなからこうせーのじゃなくて、うん、いや、その方が考えてくれてる感じもあるし、だって4人とかさ、うん、5人とかで団体で、うん、まあまあさ、ええもんくれるからいいとは思うんですけど、まあいいもんなんですよ、ほんまにいいもんなんですけどね、絶対な、うん、1人2人、うん、選びにも行ってないし、うん、お金だけ出してんの、そう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 、その4人の中のセンスある2人とかが見に行ってね、もうむしろ1人やと思う私、うん、あもう単独で、しかもそういうのやるのって毎年同じメンバーがやってること多いやんか、はいはいはい、はい、ずっと1人が選んでると思うで私、なるほどな、まあ、ちょっと、ま、頼むわっていう、まあセンスがいいとか時間があるとか、ね、あんまりないとかもあると思うんですけど、せやねん、それないつもなんか見てな、複雑な気持ちなんねんな、うん、あれまとめて大体そのあげる側も、うん、やっぱあげたっていうことをあげた側に認識してほしいやん、やらしい話、はいはいはい、あなたのことが好きだから誕生日プレゼント買ってきましたよって、チョキだからみたいに言ったら、チョキだからや、もうほんまにちゃんどんごに言わしたら、あなたのことがチョキだから、うん、タンプレを、はい、選んでるわけですよ、そうそう、それやったらもうあげんでえぐらいの感じやん、その金出すだけやったら、うん、はいはい、いやじゃなくてあなたのために時間はあなたが何が欲しいかな、うん、考えてね、思い浮かべて、もしかもめっちゃ仲良かったら事前に何欲しい、うん、もう何でも買ってるわとかでもいいと思うんですけど、はい、そのプロセスがその誕生日の時に確認できるからいいのに、うん、そのあげる側もコスパ悪いと思うね、はいはいはい、その向こうにあんま印象残ってないやん、うん、あげましたっていう、そうやな、なんとなく、うん、ありがとうっていう、なんとなくありがとうっていう、そのありがとう具合がさ、うん、もうだから後輩やったとしたら後輩みんなありがとうって感じだな、そう、いや誰々って、まあそれは誰々って分かってるけど、うん、なんとなくの後輩ありがとうって感じだもん、そうやね、そうやったらもう何でもハンカチ1枚靴下1個でもいいから、うん、あなたのことを思って選びましたっていう方がなんか、はい、嬉しいな、せやな、そっちの方が覚えてるよな、そうやろ、私誰にもあげてないのに欲しいもんな、えあ、前代未聞の、うん、はいはい、もう貿易で売ったらありえへんけれども、うんどこにも輸出してないけど、どこにもあげてないのにみんなくれっていうね、うん、はいはいはい、何が欲しいですかそれは、いやもうマジで気持ち、あ、ほんまにその品物にはこだわりないよ、うん、いやいや、あるやろ、いやいや、ない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 、何これみたいになるんちゃう、ないよ、あんまですか、何でも嬉しいですよ、あ、え、それ誕生日、それじゃあそのクリスマスとか、いやマジでどこでも嬉しいな、あ、もう何気ない日常でももちろん嬉しいし、いやでも何気ない日常で急にくれるの怖いやん、一中の可能性あるもんねあれ疲れてる、一中すぎるやろ、疲れすぎてるっていうね、お土産でもないなしにやで、お土産って分かんない、なんかこの間買い物してたらますみさんのこと思い出して、好きやん、よかったらハンドクリームどうぞ大好き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 やん、そうやそうや、よろしくお願いします、よろしくお願いしますなんか成立すんのか、ありがとうな、今後ともよろしくなって感じ で、 よろしくな、でも一緒に住みましょうやん、同棲始まったやん、
そうでもやっぱりいつも思うんですよね、もうプレゼントは絶対1対1の方が、うん、あそうやね、まあそのコンビニおめでとうとかやったら別やで、うん、うん、たら別やけど、なんかあの団体で買うやつ嫌やなって。そうやな、だから正直その職場でもあの団体で買うやつってもうしゃーなしのやつ多いやん、バレンタインとかね、そうバレンタインとかもうあのやらなあかんし、もうみんなで金集めて退職祝いな、そうみんなで買って、ほんまあれこそ代表の人が退職祝いなんかほんまにそうやな、うんそうやん、マジで20人でちょっとしたものくれたりするけど、うん、そうマジで買いに行ってんの2人やからな、あだからあれやられたら、やられだしたらちょっとあれ終わりやで、もこっち側もそうやな、うん、それ気ぃつけなあかん、そうやってもらえへん方がいい、うん、誰からも思い入れを持たれてみたいな感じの方がだって誰からも思い入れ持たれてへん代わりに負担もかけてへんやん、うんうん、ええけどそのもうしゃーなしでみんな集まって金出し合って買うってことは負担かけてるやん、うん、だそれはもう不正できたい、そうやな私的には、うんうん、まあそれで、ね、気をつけて、でほんでお母さんが、はい、お母さんが飾り付けてくれたってことですか、その先ほどちょっと気になってたんですけどクリスマスの、ああクリスマスのやつは私、あ自分で、うん、でもなんかええー、やんクリスマスリースみたいな一個ついてたかな、それおカップやと思うっていうかおカップやな、えあのガラスのあのグミみたいなやつはつけてんの、グミみたいなのはついてなかったな、あさすがにつけてんかお母さんも、うん、あそうですか、つけててほしいけどな、えリースは持ってきたってこと、うん、お母さんが、うん、奈良から、うん、めっちゃええやんでいろいろも私リース好きやねん、えマスミちゃんが、うん、なんで、私クリスマスリース自分で作りたいもん、あの好きな、うん、松ぼっくりつけてリボン赤とか緑のつけて、うん、キラキラの色々つけて間にこう巡り合わせて、はいはい巡り合わせてな、うん、もうえツリーとかよりも何やったらリースの方が好きぐらいの、ああ迷うんかい同じぐらい好きなんか、うん、クリスマス好きやんけ、ただのクリスマスやろう、いやリース作ってほしいけどな、うまいでしょどうせ、絶対うまいと思うなあ、おやすみ、チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな、私もすんのよ、登録してみたらどう？どう？